ランギーン・ダード・ファル・スパンターは、アフガニスタンの政治家、全外務省、ヘラート州出身、西欧で教育を受け、政治学の博士号を有する。外務省に就任するまで、ハーミド・カルザイの国際関係顧問を務め、ドイツとカーブルで法学と政治学を講義していた。2006年4月20日、外務省に就任。2007年5月12日、アフガン議会は、 国益の不満足な用語に対して、スパンターの悲鳴を求めたが、カルザイ大統領はこれを拒否した。問題は、最高裁判所に持ち込まれ、6月5日、スパンターの外務省悲鳴に対する議会の評決を取り消す決定を下した。これに対し議会は、6月6日、最高裁判所の決定を違法と宣言した。議会議長、ユーヌスカーヌーニーは、 新しい外務省を提示するよう大統領に求めた。第二次、カルザイ政権でも外務省に推薦されたが、2010年1月2日、議会の承認は得られなかった。2010年1月18日、ロンドン国際会議の主任調整官に任命。2006年まで、ドイツ国籍。ダリー語、パシュトゥ語、英語、ドイツ語、トルコ語を話す。ありがとうございます。